キンチョール噴射状態キンチョールは、大日本所中菊から発売されている家庭用殺虫剤。1934年の発売以来、今日まで発売され続けるロングセラー商品である。1934年に小型噴霧器専用の液体殺虫剤として発売開始される。ネーミングの由来は、キンチョウとオイルを掛け合わせたもので。 当時は液体を噴霧器で害虫に直射するタイプのものだった。現在発売されている一般的なエアゾールタイプは1952年から発売開始。日本初のエアゾール式殺虫剤はキンチョールである。2017年3月にはカトリセンコ行等と共に殺虫剤として初めて日本科学会認定の科学遺産に登録された。液体タイプは 家庭用は1980年代前半まで生産されていたが、業務用に関しては現在も生産されている。などの除去に効果がある。有効成分はピレスロイドである。ただし、1965年頃までは、女中菊由来のピレトリンを主成分としていた。他緊張の歩み昭和時代、第二本女中菊公式サイト、AAB 緊張の歩み昭和時代、 第二本所中菊公式サイト。当社保有の日本における殺虫剤産業の発祥を示す資料が科学遺産に認定。第二本所中菊 http コロンスラッシュスラッシュ w w w 緊張 c o c o j p スラッシュリリーススラッシュ pdf スラッシュ170321ヘリテージ pdf2017 年5月30日閲覧。殺虫剤で 初の科学遺産にエアゾール受託製造産業新聞 P1 緊張る製品情報第日本女中岐区公式サイトありがとうございます。